ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は最も痩せるゆで卵の食べ方についてお話しします。ゆで卵はダイエットに最適な食材の一つです。実際、私のお客さんやフォロワーさんもゆで卵を取り入れることでダイエットがうまくいき始めたという人もいます。例えば、朝ごはんにゆで卵2個を食べていました。腹持ちが良いのか、お昼になってもあまり空腹を感じなくなり、昼食後のお菓子が自然と減っていきました。気がついた時には体重が減っていたと思います。いや、ゆで卵ダイエットとはもしかしたら違うかもしれないんですが、メンタリスト DAIGO さんが痩せるのは朝ごはんでゆで卵3個というのを見て5ヶ月ぐらい続けました。半年間でちょうど10キロ弱痩せましたが、食事管理と運動も同時に行っていたのでゆで卵で痩せたかどうかは分かりませんなど、ゆで卵を取り入れることで痩せたという人はたくさんいます。今回の動画を見ることで、ゆで卵がなぜダイエットに良いのかということが理解でき、あなたのダイエットにゆで卵を効果的に取り入れることができるようになります。もしゆで卵が嫌いでなく、すでに食べている、もしくは今後食べても良いというのであれば、必ず動画を最後までご覧ください。内容としては、最初になぜダイエットにゆで卵が良いのかについてお話します。その後に痩せるゆで卵の食べ方、そして最後にゆで卵を取り入れる際の注意点について解説します。万能なゆで卵でも注意すべきことってのはいくつかありますので、ゆで卵を食べている、もしくは今後取り入れようと思っているっていうのであれば、必ず最後まで聞き逃さないようにしてください。では内容に入ります。まず、ゆで卵がダイエットに向いている理由なんですけど、主に3つあります。ゆで卵がダイエットに向いている理由、1つ目、痩せるために必要な栄養素がすべて入っているです。ゆで卵は完全栄養食と呼ばれるほど栄養が豊富に入っている食品です。具体的には食物繊維とビタミン C 以外の栄養素がすべて入っています。例えば、タンパク質に脂質、ビタミン A、D、E、B12、葉酸、ビオチン、鉄など三大栄養素に加えてビタミンやミネラルもまんべんなく入ってるんですね。中でもタンパク質は卵一つにだいたい6から7グラム入っていますので、タンパク質が不足しやすい女性にとってゆで卵は強い味方になります。またカロリーも大きいサイズの L サイズの卵でも90キロカロリーと低カロリーです。なので低カロリーでタンパク質も取れる優れものと言えます。こうした三大栄養素だけでなく、ビタミンやミネラルといった体に必要な栄養素が豊富に入っているのがゆで卵の強みになります。ゆで卵がダイエットに向いている理由2つ目、食欲を抑えるです。卵に入っているタンパク質と脂質が食欲を抑えるホルモンの分泌を促してくれるので、卵を食べると食欲が抑えられます。具体的にはタンパク質と脂質が胃腸に入るとインクレチンと呼ばれるホルモンが分泌され、このインクレチンが食欲をコントロールしてくれるのです。さらに卵は火を通すと消化にかかる時間が長くなって腹持ちが良くなります。もちろん火を通すことで多少栄養素が少なくなってしまうっていうデメリットはありますが、食欲をコントロールするっていう面では生卵よりもゆで卵の方がおすすめです。こうした食欲抑制効果もゆで卵がダイエットに向いている理由の一つになります。ゆで卵がダイエットに向いている理由3つ目は手軽に食べれるです。ゆで卵は安いものであれば1個10円ちょっと、コンビニで買っても1個100円もせずに買うことができます。安いし、どこでも買えるし、火も通ってるので持ち運びもできるしで、かなり使い勝手がいい食材と言えますよね。ダイエットで大事なのは継続して行っていくことで、こうしたゆで卵のように取り入れやすさが優れているものは続けやすいのでおすすめなんですね。こうしたゆで卵の取り入れやすさもダイエットに向いている理由の一つになります。このようにゆで卵は栄養が豊富、食欲を抑える、ダイエットに取り入れやすい、こういう3点からダイエットに最適な食材というふうに言えます。それではここからはゆで卵を具体的にどのように取り入れていけば効果的に痩せることができるのかということについてお話します。ゆで卵の効果的な食べ方のポイントは主に3つあります。ゆで卵の痩せる食べ方、1つ目は食前にゆで卵を食べるです。ゆで卵を食前に食べることでお腹が満たされて食事の食べ過ぎを防ぐことができます。また卵は血糖値の急上昇を抑えることができるため、血糖値が上がりやすくて悩んでいる人はその血糖値の急上昇を抑えることにもつながります。もちろん食事で血糖値が上がるということは必要なことなので、実践してみて食事の満足感がどう変わるかっていうことを見てみてください。何にせよですね、一食の食事の量が多くなってしまう人は食前に一回卵を一個食べてみ
みて、その食事の量がどう変わるかっていうことを確認していきましょう。痩せるゆで卵の食べ方、二つ目は間食として食べるです。間食にゆで卵を食べると食事で足りなかった栄養素を補うことにもつながりますし、カロリーは100キロカロリー以下なのに栄養が豊富に入っているので、それだけで満足できるんですね。しかもさっき言ったように全国のコンビニに売ってあるので、出張中とか外出中、旅行中でも食べることができます。特に食事で肉や魚などのタンパク質源が多く食べれない人は、間食で卵を食べることをお勧めします。中にはですね、タンパク質が足りないからと間食でプロテインバーなどを食べている人もいますけど、それぐらいであれば余計な添加物や砂糖が入っていない卵を食べた方が間違いなくいいですので、プロテインバーを食べているのであれば、それをゆで卵に変えてみてください。痩せるゆで卵の食べ方、3つ目は半熟卵かけご飯です。食事に半熟のゆで卵を取り入れることで栄養のバランスを整えることにもつながりますし、食事の満足感を高めて食事の全体量を下げることができます。しかも半熟卵をご飯にかけて食べると、ご飯による血糖値の急上昇を抑えることにもつながりますので、その血糖値の急上昇による悪影響も防ぐことができます。私は卵かけご飯が好きで、しかも生卵よりも半熟の方が好きなんですね。で、私の場合はそれに炒りごまをかけて食べます。ごまをかけることで食感も良くなるし、他の栄養素も補えるので、これはめちゃくちゃおすすめです。このようにゆで卵の食べ方は、食前、間食、食事と一緒など様々な活用法がありますので、いろいろ実践してみて、あなた自身に合った食べ方を見つけてください。こうしたダイエット効果が高いゆで卵ですが、実は注意すべきこともあります。そこで最後に、ゆで卵をダイエットに取り入れる際に注意すべきポイントについて解説します。ゆで卵を取り入れる時の注意点、一つ目は、低血糖の人は間食には不向きということです。ゆで卵には糖分がほとんど入っておらず、しかもタンパク質が豊富に入っているので、血糖値をですね、逆に下げてしまう可能性もあるんですね。なので低血糖になりやすい人が間食でゆで卵を食べると、低血糖が悪化して食欲が強くなったり、代謝が下がったりしてしまいます。例えば頭痛や脱力感、イライラ、異常な空腹といった低血糖症状がよく出ている人は、間食にゆで卵は向いていません。そうした人はラムネやおにぎり、蜂蜜など糖分が入っていて、血糖値を維持してくれる間食がおすすめになります。なので、あ、なんか自分って低血糖になりやすいよなっていう人はですね、間食、特に血糖値が下がっている時にはゆで卵を食べないようにしましょう。ゆで卵をダイエットに取り入れる際の注意点、二つ目は、毎日は食べないようにするということです。卵は手軽で取り入れやすい食材なので、何も気にせず毎日食べている人もいます。ただ卵をはじめとしたタンパク質っていうのは、毎日食べ過ぎてるとアレルギー反応を起こす可能性があるんですね。で、これはですね、アナフィラキシーみたいな急性のアレルギー症状とかではなくて、目に見えない体の中で小さく起こって、気づかないところで体に悪影響を及ぼすものです。で、厚生労働省は卵の1日の上限とかをなくしたんですけど、個人的にはできるだけ毎日ではなくて確実とかにする方がいいと考えています。このようにですね、めちゃくちゃ優秀で万能なゆで卵も注意すべきことってのがいくつかありますので、ぜひですね、卵を取り入れようと思っているのであれば、この注意点だけは忘れないようにしてください。どうでしたか？たかがゆで卵といっても、たくさんのダイエット効果あって、取り入れ方一つでダイエットへの影響が大きく変わります。もしこれまで何気なくゆで卵を食べていた、もしくはこれから取り入れたいと考えているのであれば、今回の動画を参考に実践してみてください。はい、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。今回の動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。